秋のフルーツといえば何を思い浮かべますか？じゃーん、秋のフルーツの大本命、柿です。最近近所の方からいっぱい柿をいただいてパクパク食べてたんですけど、ちょっとスピードが追いつかなくて、この子たちが柔らかくなってしまいました。皆さんのうちにもちょっと保存しすぎて柔らかくなってしまったぞっていう柿はありませんか？今日はこの柿を美味しく生まれ変わらせたいと思います。切って2、3日干すだけで簡単に美味しい干し柿ができます。ちなみにこの柔らかくなった柿は普通の柿と比べて糖度が非常に高くなっています。食べたことあると思うんですけど、蜂蜜のようにねっとりと甘くて美味しいですよね。なのでしわしわになった柿にぴったりなレシピとも言えます。干し柿は甘い方が美味しいと思う派なので、しわしわになった柿にぴったりのレシピだと思っています。それでは早速作っていきましょう。それでは柿を切っていきます。もう本当に適当に切ればいいので、皆さんのやりやすい方法でやっていただければと思います。ただ今回ね、柔らかい柿を使っているのでぐにゃっとならないように切らなきゃいけないので、初めにこのヘタを取っておくのはおすすめかもしれないです。見てください、3つ、美味しそう。では皮を剥きます。すごく大きい包丁を使わないでペティナイフで剥いた方がいいんじゃないかと思うんですけどね、ちょっと面倒なのでそのままいきます。ちょっと傷んでそうなところがあったら取り除いておいてください。はい、それでは柿を切っていきます。まあ、だいたい5ミリぐらいのサイズだと乾きやすいです。もうちょっとね、果肉感を楽しみたいという方はもう少し厚めに切って長めに干しておいていただいても大丈夫です。お好みです。はい、それではこちらを干していきます。これ100均で買ってきた干す道具です。ここに並べていきたいと思います。こんな道具がない方はザルとか、あとはすだれとか、こううまいことこう網網になって風通しがいいようなものを代用して干していただいても大丈夫です。はい、こんなもんでいいでしょう。これを1日から2日天日干しします。1日で大丈夫なんですけど、今回3日ほど干してみました。ではどのようになっているか取り出してみます。いただきます。すっごい甘い。今回トロトロになった柿を使ったので、こう糖がねすごく高い状態になっていて、まず表面の部分が最初シャリってします。多分こう砂糖が結晶化したんですかね、糖度が高すぎると固形化するので、で噛んでいくと柔らかい柿の状態になっていて、柿の風味が口の中に広がっていって、やばい、干しフルーツ系、干しぶどうとか干し柿とか干し芋とかいろいろあると思うんですけど、その中で一番美味しいです。切って干すだけでできてしまうので、ぜひ皆さん作ってみてください。他
もうこの表面のサクッとした感じからのこの柔らかい味わいになっていく部分が最高です。甘さが苦手な方は固めの柿で作ってみるのもいいかもしれません。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この他にも柿をいい状態で1ヶ月ほど保存する方法や美味しい柿の見分け方などフルーツを美味しく食べるためにお役に立てるような情報を配信しております。ぜひチャンネル登録して見逃さないようにしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。